はい、皆さん、お久しぶりでございます。ホットショット石川でございます。今日はですね、4年ぶりにリアル開催が実現しました、カメラと写真映像のワールドプレミアショー CP プラス2023の会場に来ております。まあ、皆さんご存知の通り、2020年の初頭からですね、まあ新型コロナウイルスのパンデミックというのが始まってしまいまして、まあ、こういう大きなイベントというのが開催中止にどんどん追い込まれてしまったわけですが、その中でも最も影響を受けてしまったのがこの、CP プラスという、イベントだったと言えるんじゃないでしょうか。でその中でですね、2020年っていう時期はですね、ちょうどこの2月にもう会場設置までね CP プラスは進んでいての急遽、まあ、その時の、状況判断による開催中止が決定してしまって、かなりまあ出展者の方も慌てた年だったでしょうし、まあ翌年の21年、22年も結局オンラインのみの開催ということで、まあ、今回実にですね2019年2月以来4年ぶりとなるリアル開催ということで、まあ、本当にね楽しみにされていた方も多かったと思いますし、ようやく開催にこぎつけたというね主催者の側の気持ちもそういう形でしょうしね、出展を含めてまあ開催関係者の皆様もかなりご苦労されたかと思います。でまあね、久しぶりにこういうイベントなんで、これぜひちょっと取材してみようということでですね、私も2日間にわたって、2日目3日目と、お邪魔させていただきました。さて、まあ、この会場なんですけど、2019年の開催から4年経ったということで何が変わったのかっていうところをまずねご紹介したいなと思うんですが、まず場所はですね、同じ横浜みなとみらいにありますパシフィコ横浜ですね。で、スペース的には、ホールの全面使用ということで、まあ、同じスペースなんですが、まあ、ただやっぱコロナ感染防止ということで各所でね考えられておりまして、通路スペースなんかもかなり広めの、感じで取ってありました。もちろん入室の時にはその手指消毒と検温ということが設けられておりましたし、まあ、非常にね厳しい、感染防止対策というのも行われていた感じであります。で、まあ、今回はねもう一番奥にソニーさんとキャノンさんが大きく過去最大かなの最も大きなブーススペースっていうのを出していたり、まあ結構元に本当に戻ったなという感じはした一方でですね、なんとまあちょっと残念だったんですが、リコーペンタックスさんだったり三脚のリーベックさんだったりっていうところは一部の企業はねやっぱり出展していない。さらに海外メーカーですね、マンフロットさんとかツワイスさん、そしてまあこの業界ではやっぱブラックマジックデザインさんというところなんかの出展というのが全くなくてですね、まあツワイスさんとかはコシナさんの、ブースの中に、レンズは飾ってあったりはしたんですけれども、単独出展というのはありませんでしたし、あとやっぱり小さいね軒を並べてる細かい出展者が結構楽しいイベントですけれども、そういうところも、まあ、若干少なめというようなイメージはありました。で全体の印象としてはですね、やっぱり動画関係を扱うメーカーとか、まあ、そのメーカーの中でも動画のエリアの拡大というのは非常に大きくなったなというイメージはありまして、どこのねブースも、まあ、動画関係の展示、製品の、トライできるようなエリアスペースとかそういうのは大きくありましたけれども、反面ですね
やっぱりそもそもやっぱりあの写真のね展示会、カメラ写真の展示会というところで、写真ギャラリー的なですね、大きくあの写真を引き伸ばしてパネル展示してあるような、展示というのは極端に減ったなと。まあ、唯一オリンパスさんが、ちゃんとね従来通りそういう形での出展というのはやってたんですけれども、あとは富士フィルムさんとかニコンさんが一部で、あの裏の方でちょこちょこっとこう、あれっていうぐらい 気がついたらあここにあったみたいなぐらいな感じで、まあ、大きく引き伸ばされた写真展示なんかはしてたんですけども、本当にあの逆にねキヤノンさんとかねソニーさんとかっていうところは全然そういうのはあんまりやってなくて、なんか様子がだいぶ変わったなっていうイメージがありました。で、あとまあちょっとねこれはちょっともういろんな問題はあるんでしょうけれども、あの皆さんからの不満もね、来場者からの不満も出てましたけども、目立ったのがやっぱりちょっとオペレーションの悪さというかですね、まあコロナ禍の中で、まあ、第8波みたいなのがねこの冬もありましたので、その時に決定された事項が、まあ、そのままこう延長されて、入場規制だったりとかですね、そういうことを特にアウトレットコーナーとかっていうのはねかなりの入場規制とこう人数規制と時間規制みたいなのがあって、それに非常にゆっくり見れないとかね、やっぱりそういうことも非常に不満が募ってた方多かったみたいなんですけれども、まあコロナ禍で決定してからあのこの時期にどうなるかわからないっていうところでのね主催者側のまあ、あのご意見なんかも聞きましたので、まあ、なかなか今回はいろいろ致し方ないなという部分はあったかと思います。まあ僕もあの2日目3日目行ったんですけども、どちらもまあ1万人前後ぐらいだったのかな。で、まあ、それほどね前ほど混んでるってイメージがあんまないなっていうのがありました。で、まあ、早速ちょっとねあのせっかくなんでブースレポートをしてきたのをインタビューなど見ていただきたいなと思うんですが、まあ、大メーカーのまず取材というところで、キヤノンさんそしてソニーさんのブースで、まあ、そのテーマとかですね、まあ、実際どういうような展示を今回 CP プラス2023で行っているのかっていう話をお聞きしてきましたので、まずはそれをご覧ください。ソニーさんのブースではあの話題のねロービジョン社向けのあの網膜投影カメラキット、こちらについてもインタビューをしてきましたので、まずはそれをご覧ください。はい、今回はですね、今度はキヤノンさんのブースにお伺いしております。キヤノンさんの翼さんに来ていただいております。今回のですねキヤノンさんの出展の内容概要みたいなものを簡単に教えていただければと思います。そうですね、はい、あ、一個でもいいですか。今回我々あのクリエイティブ・ユア・イメージっていう、まあ、テーマがあって、で今までの EOS R システムをこのブース全体のまあ左側にで、新しい試みとして VR、MR をまあ右側にみたいな感じで、あの最先端の技術とあとは我々が持っている従来の EOS の技術っていうのをこう融合したようなブース設計にさせていただいてます。はい、新しくね VR の VR、MR のブース出してますけども、そちらの方はどんな内容を今展示されてるんでしょうか。そうですね、 VR の方はあの3本のコンテンツを見ることができて、で、まあ、1本目はあの福田幸宏さんという写真家の方の、あのアナグマとか動物のコンテンツ、あとは旅行のコンテンツ、それから千住寺さんというお寺さんのコンテンツの3本を選んでいただいて見ることができると。で、MR の方は、MR を体験していただくのと同時に、まあ、VR も一緒に体験していただくんですけど、あのライゾマティクスさんと一緒に制作したあのダンスミュージックの踊っているダンサーの方がこう動きに合わせて光が飛び出てきたりとか立体視できたりとか、そういったコンテンツをお楽しみいただけます。あと後ろにねあの BMX のなんか今そうです、ね、はい、あのこれはまあ EOS R シリーズの体験コーナーなんでしょうけど、はい、まあ、新カメラ R8 とか、
R6 マーク2とか出てますけど、まあ、この辺の概要もちょっとご説明いただければな。はい、そうですね、今回あの R8 という機種を2月8日に発表しまして、で、まあ、ほとんどあの昨年末に発表した R6 マーク2という上位機と同じようなスペックを持ってます。で、特徴がやっぱり AF オートフォーカスに特徴があるので、まあ、この間近で BMX みたいな激しく動く被写体を撮っていただいても、こうライダーさんの顔にピントが合いますよとか、もっと寄ると瞳にきちんとピント合いますよみたいな、そういうオートフォーカスの訴求のためにこちらのブースを用意させていただいてます。はい、今回あの4年ぶりのね、まあ、CP プラスということで非常にあの久しぶりな感じだと思います。まあ、キヤノンさんね、いつも大きなブース出されてますけど、今回まあ初日2日目なんですけども、今日が2日目ですね、なんですけど初日2日目と見てきてどうですか、お客さんの反応とか。お客さんの反応、あのかなりあの高評価いただいてるんじゃないかなとは思ってます。で、お客様も、まあ、4年前に比べるとっていうとどうなのかあれですけど、結構若い方も多くいらっしゃってるなというイメージがあって、まあ、この我々以外のブースもきっと若い方を呼びたいみたいな意思があるブース設計になっていると思うので、まあ、それがちゃんとかなって若い方がこういろんなことに興味を持って撮影しに来てくれているのかなと思います。今キヤノンさんの製品というのはやっぱり、まあ、もちろんね、はい、ハイエンドのプロの方もみんな使ってらっしゃいますけど、まあ、今回その、まあ、VRMR とかもありますし、まあ、あともちろん下のね機種とかの、 あのキスみたいなシリーズみたいなのももちろんあって、はい、まあ、非常に映像自体、まあ、写真もそうですけども幅広い方々が使ってらっしゃる、はい、まあ、キヤノンさん特にそうだと思うんですが、はい、まあ、客層だったりそのなんだろう市場層の変化っていうのは何か感じること、コロナ禍を経てみたいなところでありますかね。そうですね、コロナ禍を経て、僕らあの EOS R システムというミラーレスマウントに、まあ、移行したというか追加になったのが2018年だったので、やっぱり18年19年あたりコロナが始まったあたりはどうしてもやっぱりこう取りに行く機会もないですし、 EF マウントのまま機材を使っていらっしゃる方が多かったですし、あとは、まあ、やっぱり静止画寄りの方々が多くてっていうのがなんとなくのイメージだったんですけど、今回あの接客をさせていただくと割とこう RF マウントにこう移行も進んでますし、あとはまあ静止画だけじゃなくて動画も撮るよみたいな、そういったお客様も結構多く見られるなと思ってます。で、それも、まあ、あのある程度少し想定してたところもあるので、まあ、このブースの奥側に少し動画コーナーも作らせていただいてて、そういった方の何かお役に立てればいいなということで、そういう設計もさせていただいてます。はい、こちら CP プラス2023のソニーブースさんにお伺いしてます。今日は、渡辺さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですね、今年ソニーブースさん、結構過去最大ぐらいの規模と聞いてますけども、はい、その中で今回ここの、シネマラインの、展示ブースお伺いしてます。今回どんなコンセプトでどんな内容で展示されてるんでしょうか。あの、まあ、4年ぶりの開催となりまして、まあ、昨今やはりあの写真だけではなくあの動画を撮りたい、まあ、映像制作をしたいというあのお客様も非常に増えてます。まあ、その中でソニーも、まあ、4年間経ちまして、まあ、アルファだけではなく Vlog カムであったり、まあ、シネマラインシリーズ、あとはまあ業務用機のまあ FR7 であったり、まあ、ベニスなどもございますので、まあ、これからか映像制作を始めたいと思ったお客様もそうですし、今映像を撮っている方に対してもソニーとしてまあカメラのラインアップ、まあ、レンズのラインアップ、マイクのラインアップがありますよというところをまあご紹介するコーナーになってます。今回新商品として今お手持ちいただいてます FX3、 あ、これは3か、はいはい、30があるんですよね。ごめんなさい、30ですね。これが新商品になりますね。あと向こうにちょっと FR7 というあの回転あの旋回型、PTZ の形をしたカメラがありますけど、その辺のちょっと新製品のご紹介をお願いします。はい、まず FX30 はシネマラインのエントリーのカメラになってまして、スーパー 35mm のフォーマットに対応したカメラになってます。これから映像制作を始めたいと思っている方の手に届く価格帯
で、映像 の、 そのまあ表現力とかをしっかりこだわって撮ってもらうためのカメラとして、まあ、FX30 発売しました。で FR7 はシネマラインの中で、まあ、初めてなんですが、まあパンチルとあとはズームに対応した、まあ、レンズを使っていただければパワーズームも使える、まあ、リモートカメラとして FR7 を出してます。まあ、こういったハンドヘルドのカメラだけではなくて、まあ、あのリモートで制御して、まあ、表現をこだわりたいというようなニーズも増えてきてますので、ラインアップの拡張として FR7 を発売いたしました。今回このコーナーもあのセミナーとかやられるときはあれなんですかね、 FR7 使われてたりするんですかね。はい、そうです。はい、この辺の反応っていうのはいかがなんでしょうね。この CP プラスでこういうカメラでどうなんでしょう。あ、はい、あの意外とですね、あのお客様で、まあ、法人のお客様がいらっしゃったりで、あの、まあ、社内でライブ配信とか映像制作している中で今 FX6 を使ってるんですが、あのやはりその、まあ、カメラマン2名とかで音声さん1人とか、あのやはりこう何名かで撮っているんだけれども、できる限り1名でオペレーションしたいとかっていう時に、まあ、こういったカメラがあると使い勝手がいいよね。でも FX6 同じ絵だからイメージしやすいし、あのそういったカメラがあるとすごくあの嬉しいし、まあ、ちょっと購入検討したいというようなお客様も増えているので、意外とあの思った以上に反応はあるかなと思ってます。ソニーさんがシネマラインというのをこう設定されて約1年ちょっとぐらいですかね。でその辺のことも含めて、まあ、リアルな CP プラス4年ぶりなんですけども、その辺というのは反応今回昨日今日とあれしていかがですかね。はい、あの嬉しいことに、まあ、最初シネマラインって何ですかとか、そのカメラって何ですかって言われたことが多かったんですけど、まあ、今回 CP プラス出展しまして、もうすでに FX3 使ってますとか FX6 使ってます、でこの先まあどうしたらいいですかとか、あのまあシネマラインのカメラ持ってますとかっていうふうに、まあ、そのシネマラインというワードがすごくお客様にも浸透しているし、まあ、カメラも実際使っていただいているお客様も非常に増えたなっていう印象なので、非常に嬉しいですし、ここまでこう変化があったかという実感はあの、はい、してます。はい、こちらはですねソニーさんが新しく今回出しました、網膜投影カメラキット DSC-HX999 ですかね、 RNV キットということで、こちらの説明をよろしくお願いいたします。はいはい、まずどういう仕組みでどんな方に向けての製品なんでしょうか。はい、あのこちらの製品はソニーさんのデジタルカメラ DSG-HX99 と我々 QD レーザーが開発しました網膜投影型のビューファインダーレティッサネオビューアーというものを組み合わせた製品になります。このレティッサネオビューアーというのは、まあ、アクセサリービューファインダー、カメラと HDMI 接続をして使うビューファインダーなんですけれども、網膜投影という技術を使っています。この網膜投影というのは映像を直接網膜に投影するという技術でして、人間の目の持っているピント調節の機能、これを使わないで見ることができます。私メガネしていますけれども、メガネを外した状態でも見えるということです。で今回このカメラのキットはですね、メガネやコンタクトをしていても見えにくい方、見えづらい方に向けて出したいということで、ソニーさんとのジョイントプロジェクトをやっています。まあ、こういうニーズっていうのは前からあったものなんですかね。そうですね、今回あの我々 QD レーザーはそういった目の見えにくい方、ロービジョンというふうに言いますけれども、彼らに対する製品というものを出してきました。でその中で実は単に見えないものを、まあ、見えやすくするだけではなくて、新しいプラスの価値を提供できないかということで、With My Eyes という名前のプロジェクトなんですけれども、ロービジョンの方に写真を撮影する、まあ、楽しみ、そういったものをぜひ体験いただきたいということで、こういったカメラと組み合わせた製品というのを開発しました。まあ、その中でソニーさんとのコラボレーションというのが実現しまして、ロービジョンの方にも写真を撮る楽しみを味わっていただきたい、ぜひ楽しんでいただきたいということで、この、共同のプロジェクトというのが実現しています。あの御社これ QD レーザー社ということで、もともと専門はじゃあレーザーの専門会社ということなんですかね。はい、おっしゃる通りです。2006年に富士通の半導体研究所からスピンアウトしてできた、まあ、技術ベンチャーでして、名前の通り半導体レーザーを作ってきました。で2015年にそのレーザーの技術を応用しまして、このレーザー網膜投影という技術の、事業化を始めまして、まあ、そこから8年ようやくこういった形で一つ製品を世に出しています。今までもいくつか製品を出しているんですけれども、まあ、今回はソニーさんと、ジョイントのプロジェクトということで、
お求めやすい価格で届けられるということになりました。まあ、これあの、まあ、今ちょっとね言い方がいろいろありますけど、弱視というかそういった方々に、まあ、非常にね新しい世界を見せるということで、まあ、可能性としてはまあもっといろいろあるのかなと思うんですけども、今後なんかそういう可能性みたいなものとかなんかありますかね。そうですね、あの、まあ、網膜に直接投影をするっていう技術を使って、例えば我々この、まあ、ロービジョン見えにくい方に見えるっていう技術もありますし、あるいは目の健康、例えば、視野が欠けてしまうのに気づかないのを早く、検出できるようにしようとか、あとはですねスマートグラス、まあ、デジタルの映像を網膜に直接投影する、世界に重ねて見るっていうこともできますので、そういった方面にも伸ばしていきたいなと思っています。これも発売をされる感じですかね。こちらのキットに関しましては来月3月の24日から全国5店舗のソニーストアの方で体験いただいた方に購入いただけるような仕組みになります。あの、目の見えにくい方は見え方が本当に様々ですので、この機械が本当に合うかどうかということを納得いただいてからお買い上げいただくために、そういった仕組みで発売をすることになりました。まああのね、非常にお値段もなんか今回ソニーさんが協力していただいて、あのお安い値段で提供していただけるということで、あの実際価格いっちゃっていいのかな。はい、こちらあのセットで10万9800円税込みという価格になります。このカメラ単体でもですね9万円ぐらいしますので、差額、あの実は本体の方はカメラよりも高いんですけれども、まあ、今回あのソニーさんが社会貢献の一環として、販売価格の一部を負担いただくという形で、まあ、税込み約11万円という、まあ、手の届く価格で届けられるようになりました。まあ、あの SDGs のね、まあ、今後こういうあのツールといいますか、そういうものもいっぱい出てくるんじゃないかと思って、非常に面白い企画だと思います。今日はですね、網膜投影カメラキットの方をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。その他、今回 CP プラス2023でホットショット的に注目した出展はということでですね、まあ、まずはですねレッドの代理店で有名なレイドさん、こちらがですね大きなブースをあの本格的に出展してまして、まあ、今回ですね、まあ、あの全体的に実はあのメモリーカードの進行勢力みたいなところがどんどん出してきてたんですが、その中の一つでエクセサンド、っていうメーカーを、まあ、レイドさんが使ってまして、まあ、これ非常にですねあの高性能なメモリーカードだそうです。で、まあ、某有名自動車メーカーとかも実は OEM で供給しているような、まあ、台湾のメーカーなんですけれども、まあ、これ非常にですね注目、今後のメディアとして、注目するあのブランドが出てきたなというイメージで、まあ、そのブースにですねなんと、レッドのコモドだったり、ライノだったりっていうのは飾ってあったんですけども、その他にあのアレクサ35がなんと、展示してありまして、まあ、そこのメモリーでも動くというところで、その展示がしてありましたね。あと、向こうで話題、あのシネギアとかでも非常に話題になっているブレックスルーフィルダー、これ の, あの普通のスチールレンズ用のフィルターっていうのが飾ってあったのが、まあ、非常に印象的でしたね。であとね、まあ、今回あの非常にあのスチール用の製品っていうのをレイドさん扱うの珍しいんじゃないかと思ったんですけども、まあ、スチール用というか、まあ、ミラーレス一眼、まあ、動画を撮影する場合にもね今もマストですけども、その中でアスペンボールヘッドというのが出てまして、これが非常にですねやっぱ食感が非常にいいんですよね。あの触った感触といいますか、これ非常にねグリップとかホールド感が非常に良くて、サイズもいいしデザインもいいしっていうところで、まあ、これ結構ねまあ、アルファシリーズだったり、まあキヤノンの R シリーズだったりとかね、まあ、ああいったところも含めた、あと GH とか S5-2 新しいの出ましたけども、そういうようなミラーレスの小型カメラには非常にフィットするようなボールヘッドで、これ非常にいいなというのがありましたね。
で、あともう一つ三脚系で注目したかったのが銀一さん、こちらの方に、ね、あの去年の年末から発売を国内で開始したっていうイギリスのメーカーなんですけども、スリーレッグシングっていうイギリスのメーカーが初出展してまして、まあ、これ非常にデザインがね可愛いというか、なかなかエキセントリックでかっこいい感じなんですけど、いろいろやっぱり遊び心があって、まあ、ちょっとまあ、それこそあのレッドとかああいうフィーリングに似た、またそれをちょっと、ね、イギリス風にユーモアを聞かせたというか、そういうデザインが非常に好感が持てる。で、まあ、3シリーズぐらい、レジェンド、プロ、パンクっていうね、3つの、3段階の製品があってですね、まあ、これも非常に折りたたみだったり、あとセンターポールがね伸び縮みするっていうところとか、足がいろいろ変えられたりとか、まあ、非常にこれも好感の持てる、三脚が新しく出てきたなと思って、非常にコンパクトになるんですよねこれで、あと頑丈だし、まあ、あと遊び心があるっていうところでね、あと同じメーカーのこのメーカーの姉妹メーカーで、バッグも出してまして、これがね、トキシックっていうかな、っていう、バッグの、シリーズが3シリーズぐらい出てましたね。これもなかなかね、ちょっと、いい感じのカメラバッグだなというふうに思いました。あとは、シグマのちょうど、2022年1年に現山木社長が、就任してからちょうど10年っていうところで、まあ、その10年間に出てきた製品群っていうのをですね、こう一挙に、製品展示するっていう巨大なね、こういう 全レンズを展示してあるブースとかがあって、で、まあ、FP とかカメラももちろん含まれるんですけども、レンズだけじゃなくてね、であとは例のトップガンの、使われたシネマレンズなんかも、特設コーナーで、展示してありましたね。まあ、これも非常にシグマさんらしい、まあ大々的にね、まあ、Lマウントを中心として、展示をしてやったのもちょっと印象的でした。あと先ほどお話をしたその今回ねメモリーカード関係のメーカーが結構出してて、まあ、今回初になるんじゃないかな多分リアル展示って、サンイーストさん、うちの、番組でも何度か取り上げてるんですけども、非常にうちもお世話になってますけれども、極東エレクトロニクスさんっていうところですね、こちらの、サンイーストというブランドの、ブースも出展してまして、ねカメラ業界では有名なサクラスリング の、 杉山さくらさんが企画された、なんか描ける真っ白な、ね、自分で何か文字が描けたり絵が描けたりする SD カードみたいなのも出展してあって、これもなかなかいいなというふうに思いました。まあ、あとはね、ティアクさんが新しいオーディオのアダプター出されてたりとか、まあ、いくつかマイク関係とかもあったりとか、ライティングもライトもいくつかね、中国製のナンライトさんとかそういうとこ出てたりとか、レンズももちろんシネマレンズいくつか出てたりしてたんですけども、まあなかなか特筆すべきというところはなんかそんなに大きくは なかった僕としてはっていうところでしたけどね。他のメーカーもちろんパナソニックさんのね新製品 CS5II ですかとか、まあ富士フィルムさん、XH2 とか、まあその辺のシリーズ、まあニコンさんなんかもね出してましたけども、まあまだちょっと本格的にリアルっていうのに何だろう皆さん
出てはきたんだけども、ちょっと右往左往してる感じもあるし、オペレーションがね、会場のそっちの方がちょっと難しい部分もあったりなんかするので、まあ来年、ぜひ本格的に元に戻ってくることを期待しながら、ちょっとまたね1年待ちたいなというふうに思いました。来年は、CP プラス2024ということで、同じような時期ですね、2月の22日から25日まで開催の予定だそうです。というわけで今回は、4年ぶりにリアル開催となりました CP プラス2023を、レポートしてみました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。 CP プラス2023の会場レポートでした。今回私も1日だけお邪魔させていただいたんですけれども、久しぶりのリアル開催ということで、会場はなんか久しぶりだねという熱気があるようには感じました。またあの CP プラスといえば写真というイメージが強かったんですけれども、今年はですね動画ですとか映像関連のものも非常に増えていまして、カメラを取り巻く世界というのがスチルだけではなく映像も一緒に見ていこうというところが見受けられました。また若い方も多く来場されてるなという感じがしましたし、これから今年はですねイベントも多く増えてくると思いますので楽しみだなと思っています。ウェブでの開催も同時に行われていましたので、今後はですねリアルとウェブのハイブリッド開催というのが主流になっていくんだろうなと感じています。本日の DX ジャムはこの辺で、次回もお楽しみに。またね。Hot Shot DX Jam.